僕が水泳始めたのが8歳の時なんですけど、一番のきっかけは親戚にお兄ちゃんがいるんですけど、3つ上の僕姉が3人いて、そういう時ってやっぱりこうお兄ちゃんに憧れてて、親戚なんですけどお兄ちゃんがこう水泳をやってて、僕もこう一緒にプールに通い始めたっていうのがきっかけです。ちっちゃい子って負けるのが嫌じゃないですか。僕平泳ぎだったら負けなかったんですよ。練習の時に親戚のお兄ちゃんたち世代とずっと一緒に練習をしてたんですけど、クロールとかでは全然勝てないのに平泳ぎでは勝てるっていうのがすごい僕も嬉しくて、平泳ぎをやるのはすごい好きだったっていうのを覚えてます。僕はもう平泳ぎも一筋でもう一途にずっと頑張ってるので、一番大きい試合ってオリンピックじゃないですか。で僕たちも見ててオリンピックってすごいなっていう中で、こうアテネの時のオリンピックって北島さん誰も負けると思ってないんですよね。絶対北島勝つって言われながらこういうレースにも出て、そのプレッシャーとかの中絶対そのぶっちぎったんですよ。200とか特にぶっちぎってたんですけど、もうこういうすごいなっていうか、いろんな人に応援される選手とかっていう人になりたいって思ったのがあります。僕あんまり調子が悪かったら今日何しても変わらないだろうって思ってた人間なんですよ。なんですけど、まあ、大学に入って酒井さんとかと一緒に練習をずっとしてるんですけど、酒井さんはどんだけ調子が悪くてもその日できる最大限のことをするんですよ。決してタイムが良くはないんですけど、でも今日できる最高のパフォーマンスをっていうのを毎日毎日心がけてやってるので、そういったあの意識の高いそういう先輩方と一緒に練習をする関係があるっていうのはすごく今の僕を作ってくれてるかなと思います。今の目標はまず小関さんに勝つことっていうのを考えてます。まず身近なライバルとして、はい、小関さんに勝ってやるっていう気持ちを持って練習をしてますし、2019 あの韓国の世界水泳ではオリンピックの前年としてすごいレベルの高い注目度の高いレースになると思っているので、その舞台で僕自身が世界記録を更新して優勝したいっていうのもありますし、2020の東京オリンピックは、僕自身のオリンピック記録なので、オリンピックレコードを自分自身で塗り替えて、世界記録も自分自身で塗り替えて、ぶっちぎりで優勝したいなって考えてます。